どうも、シンガーソングライターの関口ゆきです。本日もお家で弾き語りよろしくお願い申し上げます。お部屋ね、またこれまでと違う場所ですけれども、ちょっといろいろありますんで、使い分けてやっていけたらなと思っております。カーテンを閉めるの忘れちゃったけど、いいかな。はい、今日もまだ音源化していない曲をお届けしたいと思っております。2020年の3月に作りました曲で、旅立ちというものに対して抱いたメッセージを、曲にいたしました。未来への道。駆け抜けたあの日青き日々がこの胸を熱くする。
いかがでしたでしょうか。あなたの未来への道、明日の道がとても温かいものでありますように。ご自愛くださいね。それではごきげんよう。関口ゆきでした。